はい、こんにちは、ヒロリンです。ってことですね。今日は、クララはやっていきたいと思います。てかさね、そんなん、まあいいね。ちょっと今、こう、ちょっと興奮しててね。ちょっと見てこれ、これ見てこれ。このパーティー。俺、もう最強と思う。マジで。あのね、アリーナ4。アリーナ今、ただいまじゃない。今、4の人。この編成、めっちゃおすすめです。まあなぜか。まあそれはね、僕が今ここでバーンって説明するようにね、やっていった方がいいと思うんで、実演していきたいと思います。マジで4の人、全然難しい戦法じゃないですからね、これをおすすめします。僕ね、あと解説とか苦手なんでね、ちょっと何言ってるかわからんとかあると思うんですが言葉もね、こんなちょっとたらもあの言葉足らず、舌足らず、なんていうのなんかそんなんなんで、ちょっと実感して、もう直感的にね、感じ取ってもらいたいと思います。来たね、花びら。まずね、手札を揃えていきたいんですよね。ジャイアント、ボムのスケルトンで、あとあれやわ、あと揃えなあかんのは、何やったっけ、あれだっけ、そうドラゴンを揃えないといけないんで、まず最初にやるのはそれを揃えていきたいから、まずね、手札を入れていきます。いやーね、今日朝いい天気やね。めっちゃね、朝天気ってね、僕ね、もう、もう、散歩しちゃったもん、だって。それは嘘や。なんで嘘っつって。それは嘘やけど、でも、天気は良かった。確かにね。ってな感じで言ってる間にも、ほら、見て、揃ったわ。来ましたわ。これ揃ったらね、一気に叩き込みますからね。こんなもん掘ってていいんですよ。こんなもんは掘ってて、これでもね、これで、範囲攻撃で、防ぐというね、後ろからボムが降るから。これはあるやつですよね、普通に。普通にある戦法です。それプラス、ベビードラゴンを加えてやることで、もう一切ね、一切喝采。あ、進んでて。攻めろー、よいしょ、攻めちゃえ。フリーズ疲れたね。ちょっとあれなんですけど。まあ、これもよくある戦法でね、ドラゴン何やったっけ、これ。あ、やっちゃったわ。携帯が潰れた。まさかのフリーズ来たからね。フリーズ来たらね、それはちょっとね、あれですよ。このまだ2倍タイムじゃないから、フリーズ来たったらちょっと難しいよね。これからね。まあいや。これはでも、潰れたら何回もそれと同じのを攻めたら、このまだレベルだったら、まだそこの対処はしきらへんと思うんだよ。だから、普通に倒せるんですよ。だから全く同じ戦法をもう一回繰り返します。でここでフォグライダービビって、まあそういうやつ出してくるよね。ってとこで同じのを逆サイドから攻める。でこれ来ても普通に対処できますからね。まあこんな感じで、下手くそやったな今はめっちゃ下手くそやった。よいしょ、ここでね、おー、もうフリーズ使ってくんなよ、ムカつくな。いいか、こっちから逆から攻めろ、逆からいいぞ、もう逆から攻める、逆から、あえて逆から攻めろ。もう、その携帯はもう、ちょっと動画的にはなりつかんけど、まあいいや。もういい、勝てばいいのだ。勝てばよかろうなのだ。ちょっと待って、なぜカーズだった。そんなことは放っておいて、よいしょ。めっちゃ来た。めっちゃボムが来た。ボムやめて、ボム。やりすぎボム。ボムやりすぎ、やりすぎボム。やりすぎボムやわ、それは。ちょっと待ってよ。ちょっと待って。それは聞いてないよ俺。ムカつく、絶対勝てると思ったのに。あー、すっきりした。うん、勝ちたいからもう一回やろう。勝ちたい。勝つまで動画終わりませんからね。そもそも。勝たないとね。初めのはやっぱり悪かったかな。初手の敵、デッキがちょっと悪かったかな。初めのね、手札が。やっぱり遊戯王もそうやったよね、確か。遊戯王もさ、初めのデッキがちょっと弱かったらさ、やっぱり負けるやんか。まあ、そんな感じやんね、やっぱり。感覚的には。んで、来たら、おーま、バカ野郎、舐めるな、俺。舐めるな。やっちまう、やれ。あ、くそ、やる。こいつやる。くそっ。誰がよ、ほんま。舐め倒しやがって、おら。やったったぜ。あ、やらした。ちょっと待って、これなんか俺もすごい負ける気がする。なんかもう陣営がもう作戦バラバラや、もう。やばい。いや、もう相手エリクサないんか、出せてこへんっていうのは。いいよ。よいしょー。いいねー。
ここでバラバラなってる陣営をここで一気に分解させて、フォーグライダー来た、フォーグライダー、よいしょよいしょ、やばいやばい、あーやばいな、これやばいっすね、これやばいな、まあいいや、多分ここでユニット出さんでもう崩すよね。んでこっから作戦開始ですね。ちょっとね、僕もちょっと乱れてしまった、心が乱れ、心の乱れはクラローの敗北につながる、まあそんな感じでね、つなげていきたい、関連性をまたしていきたいと思うんですけど、まあここであえて20秒待つ、いや待たんでいいかな、逆サイドからさ、まあ来たね、やっぱり今の結果を見て言ったな何でしょう、あ来たか、相手の同じ行動を取るっていうのも大事ですからね、クラローにはね。どうしてここでアイドーン、ボンバボンバボンバー、ドーンとね一気に叩き込みます。よいしょ、いけ、陣営ができた、陣営ができた、はい、このジャイドラ、はい、スケボムのはい、陣営できましたよ、来ましたね、強いですね、全てを投げ払うこの陣営最強です。何やの実況者よいしょ、いい、なんかそのほんまにありふれた実況者今のいけ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 、レッツゴーレッツゴーハッピー輝いて、誰も知らんあのデレスの歌やねんけどな、これデレスの歌であんねんけどな、そういう歌が、よいしょ、バカめバカめバカない、バカめ、いけいけ、しょうもないしょうもない、いけ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 、レッツゴーレッツゴー、ここで出しすぎずね、出しすぎたら、まあ、逆サイドから攻められた終わりなんで、お前なんや、お前これで攻撃してくるんか、お前いいんか、そんなんして、お前こっち行ったらな、オフライダーがおんねんぞ、お前逆サイドから攻めたろ、お前、おら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 、勝った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 、うわ勝った、勝った勝った勝った、勝った勝った勝ったよっしゃー、ドドドリル、はい、ってな感じでね、最強でしょ説得力なかった、一回負けたから、でも普通に強いんですよ、あの陣営が揃えばね、この、まあ、どっから出してもいいんですよ、だからドラゴンから出して対処していくうちにジャイアント出して一気に攻めていく、まあそんなパターンもありますし、初めからジャイ、スケ、ドラゴン、まあそんな感じで攻めていってもいいですしね、汎用性が高いんですよ、なんといっても対処にも使える、そこから一気に攻めることができるっていうのがこの3つの3種の神器って言われる俺が勝手に作ったけど3種の神器、このねちょっともうちょっとテンション上がりすぎてちょっと息が切れましたわ、はい、ってな感じでね、もう今日はちょっとはしゃぎすぎて疲れたんで終わりたいと思うんですけど、強かったでしょ、まあまあ強かったでしょ、まあね、ぜひね皆様もね、行き詰まった時っていう時はね、あのデッキを使っていただけたらなとか思ってます、はい、ってな感じでね、ありがとうございます。